私そのシャンソニエと称してますけれども、まあ、要は自分で歌を作って、自分で歌をね歌っております。それはとても嬉しいことです。もちろん有名な方でね、他にもたくさんそのシンガーソングライターっていう方いらっしゃいますよね。けど私がですねとても嬉しく思っているのは、この私が歌うことが、全く商売になっていないっていうことです。お金が全くない。好きな歌を作って歌ってる、それだけでございます。お金をもらうどころかね、むしろ慰謝料をお支払いしたいぐらいの気持ちです。本当はね、その慰謝料すらも払えない。なので、歌で返したいっていうと、さらに慰謝料がっていう、なんていうの、ある意味雪だるま的な借金地獄っていうんですの。このループからに抜け出すには、私が歌うのをやめるか、皆さんがもう私を見捨ててもらうか、どちらかしかないんです。ですから、ここにいるということは、もうそれは慰謝料はもう歌で返すしかないんです。歌をですね、私は、その思いつきで作っているんです。タララタララタララララン、中の中目、ことといいって。で、ナプキンにボールペンで、ことといいって書いたんです。もうその時の喜びを皆さんに本当に分けてあげたい。チェルシーの気分です。中の中目ことといが全部毎回適当に歌いたいぐらい。だって本当にどうでもいい歌詞なんだもん。お言葉だけど、こんなもの歌詞カードとか本当いらないって感じ。一人急ぐ神奈川ってもう本当意味不明すぎて、ね、メカジキのお団子とか、もう本当にこいつ本当に舐めてる。本当に人生を、人生というか世の中を舐めてて、もうすぐ逮捕してもいいぐらい。そのぐらいの人なんだと思うんですよ。この歌っていうのは、とにかくこの、お、できたって言ったこの瞬間の喜び、生まれた瞬間の喜びっていうのが、実はピークなんですよ。その歌は、その生まれた後は成長しないっていうことなんですよ。赤いスイートピーとか、エンジのスイートピーとか。でもそうならないんですよ。私はこの歌っていうのは、この生まれた瞬間の喜びっていうのがとても大きくて、それを皆さんと分けたい、この一心で歌を歌ってるんです。で、それがこうやって歌えてるっていうことがね、こうやって共有してくれる方がいて、とても嬉しいなと思っています。それでは聞いてください。カモメの受点。受点。お願い。バカな女の願いを叶えて。中の中目ことといい、共に歩いた街角、浜辺窓辺おひたし、メカジキのお団子、
けれど引き止めて欲しかった、なら惨めな恋の歌、カモメの受テープ。好き好き好き